カートフラーはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1953年にカリフォルニア州サンフランシスコに生まれる。1971年にサンフランシスコ市内にあるリンカーン高校を卒業。カリフォルニアにあるカリフォルニア大学バークレー校で演劇を学ぶ。大学卒業後はロサンゼルスへ渡り、昼間は不動産な課外業者として働き。 夜は役者活動をしていた。1984年にデビッド・ハッセル・ホフの出世作、ナイト・ライダーで役者デビュー。後にアーノルド・シュワルツェネッガーのバトル・ランナーでメジャー映画デビューを飾り、その後は主に脇役として様々な作品に出演した。日本でもゴーストバスターズ2においてゴーストバスターズを窮地に追い込もうとする役人役や、 最終絶叫計画における保安官役、近年においては、ウディアレンが監督したミッドナイト・イン・パリで、レイチェル・マクアダムス演じる主人公のフィアンセの父親役などで知られている。テレビ、映画以外でも舞台などに立つなどし、その活動の場は幅広い。1993年に結婚しており、二人の娘の父親でもある。 http://www.imdb.com コロンススララッッシシュュスラッシュネームスラッシュ NM0298281 スラッシュパイオトリビア。ありがとうございます。